経営者にとって、まあ、重要だなと思ってるところはビジョンを明確に掲げること、人を信頼すること、掲げた目標に対して達成を必ずしてやるっていう、こう気概、拡大し続ける成果報酬型の市場に私たちがリーダーとしてしっかり転換していくこと、求職者の人たちの思っていることを想像しながら対話する、私たちがやっているこうマーケティングの次世代化、あとは PR と獲得の融合、そして M&A の加速っていうことを掲げてやっています。経営者にとって、まあ、重要だなと思ってるところは、まず一つ目はビジョンを明確に掲げることで、二つ目が人を信頼することかなと思っていて、で三つ目はその掲げた目標に対して、で掲げたものに対してしっかり達成するっていうこの熱意といいますか、達成を必ずしてやるっていう、こう気概みたいなところがすごい重要かなというのは思ってます。そうですね、私が特にこう自分自身でこう何かを成し遂げていく、一人だけで達成していくっていうほど私万能な人間でもないっていうところがあって、誰かしらと一緒に成し遂げていかないといけないっていうのが大前提あるんですよ。なのでいろんな人たちにと一緒にこうやっていく中で、まずその人を信頼することっていう話で言うと、そう、私一人じゃできないので他の人たちを信頼していきながらチームとして戦っていかないといけないなっていうのを思って、まあ、まずは人を信頼することっていうのが非常に重要かなっていうのは思ってるって感じですね。で2つ目なんですけども、その1つ目にお話しした人を信頼することに紐づくかなというふうに思ってるんですけども、人を引っ張っていく上でやっぱり明確な目標、目指す目指すポイントというか目指す方向性っていうところを指し示さないと、なかなかみんな同じ方向向かないかなというふうに思っていて、なのでビジョンっていうところが明確になってくるかなというふうに思ってます。で原体験みたいなお話で言うと、私の、人生の中でというよりマクビープラネットにジョインしてから、まあ、培われたものっていうのがここは近いかなというふうに思ってます。で実際にじゃあ原体験で言うと、本当学生時代に部活動をしてましたとか、あとはまあキャリアの中で会計士として生きた時代の中で、しっかり一つ一つのタスクであったりとかミッションっていうのをこなしていくっていうところの中で培われた部分、それをまあ応用してというか、それをアウトプットする形でマクビープラネットで爆発してるみたいなところがあるかなというふうに思ってるんで、これが今現在の経営者としての礎になってるかなというふうに考えてます。はい、当社、マクビープラネットはですね、成果報酬型マーケティングの、会社になります。で、2015年に創業した会社で、2020年に、マザーズに上場しまして、2024年に、東証プライムに、くら替えをした会社になります。私たちですね、これまで LTV マーケティングを掲げて事業展開ずっとやってきてます。で、昨年のネットマーケティングの M&A に代表されるように、着実に M&A、 そして事業をオーガニックでも成長させてきて、 LTV マーケティングのリーディングカンパニーとしての地位を確立してきました。でこれまでのしっかりノウハウをさらに消化させるような形で、世の中にしっかりメッセージを届けていきたい、そして事業もさらに進化させていきたいということでですね、今後は全てのマーケティングを成果報酬に切り替えていくという所存で、この先は成果報酬型のマーケティング企業として事業をさらに進めていこうというふうに考えています。当社ですけれども、2015年に設立された会社で、この業界においてはかなり後発企業だっていうのがございます。その中でもともと前代表の小島はマス向けの広告代理店にいまして、認知は上がるけれども売上利益に直結しないというところから、成果報酬型でビジネスモデルを構築しています。で成果報酬型のビジネスモデルでいうとですね、しっかり
結果を伴わないとなかなか成果報酬をもらえないというビジネスモデルで、ここに対してものすごい研ぎ澄まされたといいますか、ものすごい集中してビジネスモデルを構築したっていうのがございます。その中でどういうふうにこうビジネスモデルを構築するのかっていうと、かなり業界特化型で、まずは進んできたっていうのがございます。例えばもともとですね、金融業界そして美容業界の中でも来店型ビジネスにかなり特化して、そこでの業界ナンバーワンを築き上げてきたっていう形になってます。そうですね、私たちこの業界特化型で上場までは成し遂げた、そんな形になってるんですけども、さらにプラスアルファで成長を遂げていかないといけないっていうところになった時に、テクノロジーの力っていうのが不可欠だということで、この私たちの業界にマッチしたエンジニア集団っていうのが必要不可欠になってきたっていうのがございます。そこで2021年にアルファっていう会社を M&A してるんですけども、この会社ってエンジニア集団の会社で、で大体当時でいうと5人から10人の間の人員しかいないけれども、このアドであったりとかマーケティングっていうところにものすごい精通したエンジニア集団だったので、マクビープラネットがもともと持っている業界特化型でものすごい業績、ものすごいマーケティングを成功させている会社にテクノロジーの力をしっかり掛け合わせるっていう形で、私たちは成長してきてるって形です。私たちがこう位置している成果報酬型の市場の話をさせてもらえればと思ってます。でこれまでですね、インターネット広告市場の課金体系は固定報酬であったりとか、手数料ビジネスっていうのが主流になってました。ただチャット GPT の出現であったりとか、あとはクッキーの規制に代表されるように費用対効果をしっかり合わせるであったりとか、リスクを負わずにマーケティングをしていくというクライアントニーズが非常に高まってます。そんな中でクリック課金であったりとか手数料みたいなものからリスクを負わないような成果報酬型にどん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 加速をしていってます。で2020年現在ですね、インターネット広告市場の中で大体 10% ぐらいが成果報酬だというふうに言われてます。ただ2030年になる時にはですね、市場自体もインターネット広告市場自体の市場もさらにでかくなっているとともにですね、大体 1.5 倍から2倍ぐらいの、成果報酬の割合になってくるというふうに考えられてます。でさらにですね、その先の未来でいうと成果報酬とその他の部分の割合がですね、ほぼトントンになってくるっていう試算もあります。なので私たちはこの拡大し続ける成果報酬型の市場にしっかり乗っかっていくこと、さらに私たちがリーダーとして成果報酬型へしっかり転換していくことっていうのを掲げて事業展開を行ってます。マクビープラネットの文化としては、掲げた目標に対して必ず達成するっていう達成意欲と、しっかりそれを達成していくだけの努力と結果を残すっていうところが非常に強い文化というか会社だなというふうに思ってます。でこれは創業以来ですね、ずっとこう積み重ねてきた結果といいますか、各人のコミットに支えられている部分はあるかなというふうに考えてます。マクビープラネットという会社は夢というキーワードを大事にしている会社です。で企業理念も夢目標を共に実現し続ける組織にっていうのを掲げて事業展開を行っておりまして、個々人の夢であったりとか目標っていうのを非常に大事にしてます。なので各人が例えばこうなりたいというありたい姿からの逆算で今取り組むべきことっていうのにしっかり取り組んでるっていう会社文化もあってですね、なので個々人のウィルみたいな部分ですね、を非常に重視して支援をしているって形です。で私自身もですね、マクビープラネットに入るまではですね、一会計士として進んできた中で、マクビープラネットっていう会社に入ってから
例えば CFO のキャリアであったりとか、その先社長としてのキャリアっていうのが開かれてきて、その先の未来っていうのが開けてる部分もあって、同じようにマクビープラネットに入ってくる人たちっていうのが、その入ったタイミングでは何者でもないといいますか、中でただ志であったりとか、あの目標であったりとか夢っていうものを掲げて進んできていて、それを一個ずつ着実にこなすことによってしっかり達成している、だからそういうその人たち の集合体がマクビープラネットの文化を作ってるのかなというふうには思ってます。まずですね、そうコロナの前後から2020年の前後からですね、そのマーケターの人たち、コンサルタントの人たちの独立って非常に多くなってきてるかなというふうに思ってます。その中でですね、そのもうすでにこの業界を経験している人たちの採用っていうのは非常に難しくなってきてるかなというふうに考えてます、一方でですね、未経験者の中で他業界でさまざま他のことをやってきたメンバーたちがジョブチェンでこの業界に飛び込もうとしている人たちって非常に多くいます。その中で優秀な人材たちを未経験でも採用して、で OJT でしっかり育て上げるっていうのが、私たちにとっては今重要な育成だったりとか採用のやり方になっている、そんな感じです。成長意欲であったりとか、自分の掲げているものをしっかり成し遂げれるかどうか、そう達成意欲みたいなところが非常に重要かなっていうのは思ってます、それは前職もそうですし、学生時代もそうですけども、何かしらを達成したこう実績であったりとかっていうところと、あとはその個々人のパーソナリティみたいなところで、そのどういう性格でどういうふうに物事に対してアプローチしているのかみたいなところをしっかり話を聞くことによって、でもこの人はこういう人であろうという仮説に基づいて、その人のキャリア形成をどういうふうにこう作っていくのかみたいなところを一緒に考えながら採用しているみたいなところですね。重要なことは、経営者がどれだけ採用にコミットするのかっていうことが一番重要かなというふうには思ってます、でその他にですね、優秀な方々がこう何を望んでいるのかっていうところも非常に重要だなと思っていてですね、それは機会なのか、それとも一緒にその働く仲間なのか、優秀な仲間たちなのか、そういうところをしっかりその求職者の人たちのそう思っていることを想像しながら対話するっていうのが非常に重要かなっていうのは思ってます、私たち今年の9月に中期経営計画っていうのを発表してます。で具体的にですね、2027年の4月において売上は700億、そして営業利益は75億という数字を掲げて事業展開を行っていきます。でここの中ですね、さまざまなそのテーマっていうのを掲げて、いますけれども、具体的にはこの私たちがやっているこうマーケティングの次世代化であったりとか、あとは PR と獲得の融合、そして M&A の加速っていうことを掲げてやっています。弊社の今後のチャレンジに関しては中期経営計画で掲げているものをしっかり遂行していくこと、そして周りの期待をはるかに超える成長を遂げていくことっていうのが、私たちが今後チャレンジしようと思っていることになります、ただ私たちがこれまでこう培ってきた成果報酬型のノウハウをこうしっかり活用していけばですね、業績はもっと成長できるかなというふうに考えてます、なのでこれまで培ってきたノウハウをうまく活用して、それをスケール進化させていくっていうのがこの後非常に重要になってくるかなというふうに思ってます。